会、呼び出しに応じるよう伝えたのですが。俺は今日野さんと料理中なんだよ。なんでネズミなんぞに呼び出されなきゃならねえんだよ。という始末でして。仕方がありません。こうなったら私が服を着ましょう。畑野さん、こんにちは。ミキさんだ。会長、珍しいですね、地上に出てくるなんて。顔が赤いよ、大丈夫？近くで見られてる、この恥ずかしい格好を。あー、脱ぎたい脱ぎたい。どうして皆さんそんな格好で平気なの？すみません、それでは急ぎますので。どうしました？我々に構わず言ってください、会長。あいつの目、私たちをもてあそんで殺す気です。無茶です、いくらなんでも。いいえ、任務ですから。あなたたち、新社会性を持つ裸デバネズミ。その中でも特に重要なのが巣の防衛部隊。彼らは巣に天敵が侵入するとすぐさま敵の前に集結し、巣穴を塞ぐ。そして順番に食べられる。会長、今のうちに。いや、やっぱり置いていけないわ。ようやく見つけましたよ、この変態。なんだこの変態は。